平成27年度問題児格好です。1から N まで記入された N 個の玉、これが箱に入っていて、1個の玉を取り出して元に戻す。この思考を5回繰り返す。で、一度だけ同じ数字が記入された玉が取り出された。この時の N の最優推定値を求める。このような問題になっています。で、各玉の取り出す確率は等しいものとすると。では、回答に参りましょう。5回の試行で一度だけ同じ数字が記入された玉を取り出す。ということは、まず、どこで同じ数字の玉が2回取り出されるかという考え方が必要。で、次に、この同じ数字の玉が2回取り出されて、で、その他3回は全て異なるという確率はどのような確率になるかと。このようなことを順番に考えていきます。まず最初にどこで同じ数字の玉が2回取り出されるか。これは5回のうちから2回を選ぶ組み合わせ数と同じであるため、コンビネーション5の2を計算してあげればよいということで10通り。で、次はその10通りのうちの1通りの確率を考えて、例えば最初に2回同じ玉を取り出して、その後残りの3回は全て異なる。最初の2回とも異なって、その後の3回も全て異なる確率というのは、このように、最初の2回というのは同じ数字を2回連続して取る。最初の数字は何でも構わなくて、次はその数字でなくちゃいけないので、n 分の n かける n 分の1。で、最後の3回というのは全て異なる。最初とも異なって、その後とも全部異なるんで、このように、n 分の n マイナス1かける n 分の n マイナス2かける n 分の n マイナス3。このような式で表されます。よって、このように一度だけ同じ数字が記入された玉が取り出される確率 fn というのは、10通りあって、先ほど求めた、どれか一つの確率という形で、このような式で表すことができます。で、最優推定値を求めますので、これが最大になるような N を求めると。で、これはどうやっていけばいいかというと、本来は、例えば微分したりして、極値を求めるなどが必要なんでしょうけども、それをやっても答えが出ないので、残念ながら選択肢にあるものを順番に代入していって、最大になる N を求めるしかないということです。選択肢は8つしかありませんので、このように値を代入していってあげるということです。そうすると、ここが最大になるということがわかります。よって、最優推定値は8。回答は D になることがわかります。